もともとは化粧品を作りたかったんですけど、今はもう環境系の方に目指して頑張ってるんですけど。国立を受けようとしてたんですけど、友達にお勧めされた崇城大学もどっちも見学に行って、崇城大学が最初こう入ってきた時になんかすごい綺麗に感じて、シルクって英語の施設があって、そこの中がなんかカフェみたいに綺麗ですごいなと思ってめっちゃ設備が整ってるからすごい勉強ができるんじゃないかって自分で思って、自分がしたいこともあるし応用生物学がいいのかなと思って選びました。人見知りはするんですけど、そんなにすごい緊張したりとか不安だなっていうのはあんまりなかったです。どっちかっていうと楽しいなみたいなのが大きかったですね。大学に入った当初は研究化粧品の開発をしたかったんですけど、大学入って環境系の水質川の水質調査、環境系の会社に入った時に役に立てるような資格とかを取って、企業に絶対一人は必要みたいなポジションになれたらいいなみたいな。授業中に本当に興味ないことはしたくないじゃないですか。けど将来もしかしたら役に立つかもしれないって思って取り入れたいと思うことはちゃんとしようってしてます。授業中も取り入れたいことと取り入れたくないことはちゃんと自分で選択して記憶したりとかしてます。自分がしたい学部や学科がある大学を自分で選んで行ってほしいなって思います。